サボイア・マルケッティ S62 サボイア・マルケッティ S62 とは1920年代中期のイタリアの紹介飛行艇である。試合マルケッティが開発した複用の木製の飛行艇で偵察用として用いられていた。S62 は1925年に初飛行した S59 を発展させた飛行艇であった。急ったフラスキー2世圧縮エンジンを搭載した。 木製の複用推進式単発機で、エンジンは上翼にぶら下げる配置であった。1926年に製造が開始された。発素エンジンを乾燥して、出力を強化した S62 ビスも続いて、開発された。ソビート連邦とスペインで、ライセンス生産され、1936年のスペイン内戦ではすでに旧式化していたものの双方の陣営によって使用された。 イタリアでは、旧式化により、後継の SM-78 と交代されていった。1932年、大日本帝国海軍によって、イタリアから日本に一機のみ輸入された。この機体は、長時間対空可能な飛行艇として使用された後に、日本航空輸送研究所に払い下げられ、価客輸送の他両軍探索、海難救助などの多用途に用いられた。当時の日本は、 民間航空の黎明期で空港が整備されていなかったので、当初地域の連絡用に飛行艇による輸送の可能性を切り開いた。ありがとうございます。